このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。空想造形職人ヒロでございます。本日もヒロの間ご覧いただきありがとうございます。えー、今回のヒロの間は、えー、何をお,おしゃべりしようかな。えー、今回のヒロの間は私が子供の頃まあ,あのビックリマンビックリマンシールとかまあ、いろんなの流行ってたんですけど、その中で私がめちゃくちゃもうハマりにハマったある食感があるんです。でその食感は何かというとこれなんですよ。 これ、この箱を見て、あっと思った方は、もう私と同世代、そして私と同じような趣味、趣向を持った、えー、子供、少年だったんじゃないかなと思います、えー。これ何かというと、ロッテから発売されていた食玩で、ネクロスの要塞チョコという、まあ、あのチョコのね、チョコボールみたいなお菓子と、えー、ゴム人形とカードが入った、それかの食玩なんですよ。えー、それをね、ちょっと、 あのー、紹介したいなと思います。これね、めちゃくちゃ懐かしい人いると思います。知らない方は、ちょっとね、こんなものが、80年代、えー、ロッテから発売されてたんだよ、というのをね、えー、知ることになるのかな、えー。ぜひご覧ください。ということで、今回のヒロマ、ロッテのネクロスの要塞チョコ、語りますはい、ということでね、これが、えー、ネクロスの要塞チョコに入っていた、えー、おまけ。 のねごくごく一部なんです。これもうね何百種類も出ていたんでまあね当時ね私もお小遣いでねよく買ってかあのー、食べてね集めてたんですけどこれもう本当に初期に出てた頃のネクロスの要塞のおまけなんですよ。で今これねどんなものがあるかっていうとねちょっとご覧いただき、まあ、あざっくり言うとこういうキャラクターの絵が描いてあるカードとそしてそのキャラクターのゴム人形。 これはスフィンクスですね。で、スフィンクスでいろんなその力の強さとかがここにゲージ書いてあります。えー、ネクロスが作った機械仕掛けの怪物、ね、スフィンクス。え速、ー、い動きで襲いかかったり迷宮の入り口を強固に守るという。そういうふうにこのキャラクターがどういう性質を持っているのかっていうのが書かれてます。そしてここに、えー、道具のカードみたいなのがあるんですよね。えあ、ー、たりを闇にして、 敵から姿をくらます魔法のマントミノ,タウルえミノタウルの持つ太陽の玉の光でさえあ、太陽の玉の玉光でさええー、閉ざしてしまうというこのね暗闇マントというこれミ,ノタウルミノタウルと戦う時にはマイナス1の修正という形でこういったねあの戦あのカードゲームとその、えー、ゴム人形これがねワンセットになってこの小さな箱の中に入ってるわけなんですよ。 であの、実際はこのおまけの入った箱の下にもう一つ長いチョコボールのような箱があってその中に、えー、チ,ョチョコのお菓子が入ってます。でこれが、ね、当時100円だったんですよ。今考えるとこの物価考えると100円でこれだけのおまけとお菓子が入ってるってもう考えられないですよね。ただ80年代にはこういったものがよく売られてました。で、ね、あのもうご存知の方はね、これの最大のこのおまけゴム人形の特徴っていうのが、ね、あるんですよ。 なんだと思います。これね、多分ね、今これ画面見てもね、もしかしたらあれってちょっと気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、私がこうやって握ってるところ、色が若干変わってんの分かりますえー、実はこれ、熱。あったかくなると、この素材の色が変わるんですよ。えー、さっき薄い青っぽいね、ブルーだったこのスフィンクス。実はこれ、体温、あったかい、気温が上がったりすると思っててね、熱を、 吸収していくと色がねこれがね当時私にとってはねもう斬新すぎて握ると色が変わる要はゴム人形金消しみたいなこんな怪物のフィギュアが入ってるってもうこれはねめちゃくちゃ興奮したんですよそしてこの箱絵こういった独特のもの手描きのねもうほんと今はねデジタルで何でもやりますけど当時はこういう手描きのこういう箱絵ですよ こういうのがね、書いてあって、ものすごくなテンション上がったんですよ。え気温で色が変わ,、えー、変わっていても、冷やしたら遊べる。だから今は、ね、えー、外気で、この、おもちゃの色が変わっていくってやつなんですよ。君、えー、の体温でロールプレイングモデルの色が変わるよと書いてあります。いやー、これ当時ね、斬新でね、もうめちゃくちゃもう興奮したんですよ。これもう今からもう3、40年前の品物にはなるんですけど、 これまだね、あの物によったらさっきみたいに色がこうしっかりこう変わっていくんですよね。はい、でこれがスフィンクス。そして今度これ。これがね、えー、これですよ、はいね。いいですよね、この絵が。えー、スラッグ。これもね、いろいろこの強さ、どういう特徴があるかっての書いてあります。でこれも、えーグえー、元のベースがグレーなんですけど、こう触っていくと、なんかこの。 黄色っぽいような、こう、変わった、こうね、色が変わっていくんですよね。こういったもの、あります。ね。で、こういう、妖怪液のね、カードもありますね。ホムンクールスと戦うとき、マイナス1の修正になるという。まあ、要は、ドラクエで。ドラクエとかファミコンで出てましたから、そういう当時の流行り物と、カードゲームと、えー、こういうゴム人形、ね。を、こう、合体させたような、夢のような商品なんですね。はい。で、 えー、このロッテオリジナルのこの世界観、ロープロの世界観なんですけど、これ発売されたのが、えー、1987年の4月に第1弾が発売されました。えー、ロッテが発売したね、食玩で、まあ、当時100円なんですけど、まあ、ファンタジーの世界観を持ったお菓子なんですね。人形とね、まあ、カード、アイテム、まあ、先ほど説明しましたけど、こういったものが入って、手動の、えー、RPG ゲームができるという、そういうね、素晴らしい、 え、食玩だったんですね。で、上にはこういった、先ほども言いましたけど、こう箱、おまけが入って、で、下には長いチョコ菓子が入った箱があると。で、えー、ビックリマンシールとかね、当時ロッテは出してました。で、この他にもロッテのこういった食玩を出して、で最大の特徴は先ほど言ったようにゴム人形の、えー、色が変わっていくというものなんですね。で、一応、まあこういったね、人形とカードを、 でどういう遊ぶのかで世界観なんですけど、まあ、この RPG、ロッテのオリジナルのネ、ね、クロスの要塞の RPG は8人のキャラクターがいるんですよ。で、8人のキャラクター、えー、ドワーフ、エルフ、マージ、ナイトで、マーシナリー、マーシナリーか、サムライ、バーサーカーだったかな、あとアマゾンで、これね、合わせて8人のキャラクターがいるんですね。 でこのネクロスの要塞の、まあ、ファンタジーの世界っていうのはもう架空の世界。えー、タン・タンキリエ王国っていうのが舞台になってて、で世界征服を企てる、えー、魔王ネクロス。このネクロスがこの、まあ、一番の、ね、悪いやつなんですけど、この魔王ネクロスを倒すために今言った8人の勇者が戦う物語になってます。ちなみにこのシリーズは1987年第1弾、えー、発売してから、えー、後半アイ,スアイスとシールっていうのもなるんですけど、そこに至るまでね、 え、約7年間、7年間発売されていた大人気食願シリーズになるんですね。え、1段から4段までが、え、大魔人ネクラーガ編。ね。これあのシリーズによって、なんとか編、なんとか編ってあるんですよ。え、第1弾から第4弾大魔人ネクラーガ編。で、5段から7段は、暗黒、え、なんだっけな、暗黒皇帝編暗黒皇帝編ですね。で、8段が、 え、なんだっけなクトゥール編だったかなになるんですよ。で、その後にアイス版、あの、シャーベット状のアイスが入っていて、えー、シール付きの、アイスが出る。でね、ちなみにね、ここにね、あるんですよ。アイス版の、アイス版には、こういったゴム人形は入ってないんですけど、人形が入ってないからにアイスと、こういうね、シールが入ってる。でね、確かに50円くらいだったんじゃないかな。 ま、あの、チョコと食、あの、おまけが入った方が100円で、アイスの方が確か50円ぐらい、30円か50円。だったような記憶,記憶があります。で、これは、あの、ファニーファニーさんでね、あの、帽子とか雑貨、アメリカン雑貨、レトロ雑貨売ってるファニーファニーさんで売ってたんで購入したんですけど、懐かしいですよ、これ。ネクロスのね、アイスに入っているシール。私ね、これはね、あんまり集めてなかったんで、すごいね、懐かしいですね。で、もちろん、ここにいるキャラクターも、 食玩バージョンではちゃんとこういうゴム人形になってます私はこれ同じ思ってないですけどなってますねでこれの最大の特徴はねこれね実はこのシールの上に窒光素材、まあ、窒光塗料でねちょっとねなんていうんエンボス加工みたいなのされてるんですよなので実はねこれねこの室内の明かりをこう溜め込んで電気を消すとぼんやり光るはずなんですちょっとねやってみましょうこれね多分光りますよということで、ね、ちょっと電気消します ああ、ちょっとやばいやばいやばい。見えますか見えますかこれ。ほら、すご。うわ、めっちゃ光ってる。これですよ。すごい、なんか呪文みたいなのと、見えますかこれ。このなんか、炎の剣みたいなのと、呪文みたいなのが出てくるんですよ。これすごくないですかこの ?30 年、40年近く経っても、ちゃんとこのシールの蓄光は生きてます。これかっこいいな。あれ、改めてこんな光ると思わなかった。ちょっと今、 あの、ネクロスの、ご、ご、あの、おまけ。チョコのおまけよりも、ちょっとこの窒光のかっこよさに、ちょっと今テンション上がっちゃいました。これ、今、ちゃんと映ってるかなまあ、ちょっとね、だんだん窒光弱くなってくるんで、だんだん消えちゃうんですけど、こういうふうにシールの上にもちゃんとね、こういう隠しギミック、遊びがね、入ってるんですよ。これはなんかあの、だから私の印象ですけど、やっぱ80年代の、とか90年代前半の、日本のこういう食玩とかおもちゃって、 結構こういう、ね、手間のかかったものが多かったな、なんか遊び心がね、あったなと思います。いやー、これかっこいいな。はい、ちょっと明かりつけます。いやいやいやすごい。はい、でね、ね、まあ、ちょっとあのおまけのね、紹介の続きに行きましょう。えっ、ー、とね、これは私の大好きな、これ、かっぱです、カッパネクロスの良さに日本のね、妖怪をね、イメージしたものも、ね、しっかり、えー、おまけとして入ってました。で、このカッパ何色に色が変わるかというと、 紫。紫のベースのカッパが体温、熱を加えると青く色が変わってきます。これね、お風呂に入れて遊んだりしてました、当時。お風呂入れるとがっつり量が変わるんで。これ、すごいですね。ほら、わかりますかね。ちゃんとやっぱりね、30年、40年近く経っても、ちゃんとこのネクロスの要塞生きてますよ。ちゃんと色変わる。すごい。はい、カッパ。いやね。 えー、将軍の使いパ走りですね。いたずら好きの、えー、怪物、東洋に住む忍者と時々、なんだこれ、杯をかわすか、<laughs> 書いてあります。わー、どうするす色変わってくる、カッパね、これです、これです。うわー、すごいな、これ。ね、色変わりますよ。 で、えー、こういう、か、こっちのね、カッパでし緒に入ったカードには、このマガ玉のね、カードも入ってますね。えー、土偶と戦うときにはマイナス1のしこれ土偶ってね、実はこっちにいるんですよ。土偶。これと戦うときにね、こいつのマガ玉は役に立ちます。はい。で、えー、カッパがいて、こ,でこれ。これもね、第1、第2です、ね。これね、フィッシュマン。私、ハンギョジン大好きなんで、フィッシュマン。これも私ね、これ、あとね、ピンクも出てるんですよ。 こね、ブルーとピンク出てます。フィッシュマン。このね、とぼけたこの絵もいいんすよね。で、フィッシュマンはこれ何色に変わるんだろう。ちょっとね、色の変化がわかりづらいですね。フィッシュマンは。緑から薄黄緑色に変わるのかな白に変わるのか。ちょっとわかりづらい。でもちゃんと、あの、ちっちゃいね、人形なんですけど、しっかりこの鱗のディテールとか、ヒレとか、 あのめちゃくちゃよくできてますねすごいこんなちっちゃいサイズなのにねすごい世界観このキャラクターの世界観よく造形されてるなと思いますよこれ全部ねお菓子も入れたら全部で100円ですよすごいいやーで今度はねこれがね道具ですはいピンク色の 道具ね、これもね、えー、説明が書いてあるやつ。レベル4ってなってますけど。この道具、えー、は何色に変わるんだろう。このちっちゃいのにね、道具のね、これあの、当時なんでデジタル造形じゃないですよ。もう全部はこの職人さんの手作業で作られたこの小さな、えー、ワックス原型もしくは粘土原型のこういったフィギュアが入ってるわけですよ。色が変わるね、このゴム人形が。ピンクが白に変わりますね、これ。 見えますかほら私が握ってるとこがだんだん白っぽくなってるんでわかると思いますこれ土偶はいでお次はグールピンク多分これもピンクなんで白に変わるんでしょうねグールレベル10です土偶より強いはいでこれがこういうイラストですね後ろがこうグールです す食いしん坊なんですかねフォークとナイフ持ってますけどな,なんかねこれいいっすよね本当にこの小さいのにねこのキャラクターのね雰囲気がしっかり造形表現されてるんですよでもう荒のないこの造形ですよ素晴らしいですねいやすごいありますはいで、えー、これもねサイクロプス はい、これもね、私ね、当時ねこれも、これもね、ピンクと青で出てましたね。サイクロプス。さあ、これもね、絵がいいですね、はい。造形ももちろんいいですけどね。こういった形で、懐かしいですね。これも多分握っていくと薄緑かなんかに色が変わっていくのかなうん、多分。こういった形です。で、これにはこの武,武器カードがね、 武器とかこういう,なんていう薬なんですかね、印、え、籠、ー、とお守りとこういうカードしっかり入ってますね。レベル2とレベル2、これ入ってます。はい。で、このネクロスの要塞なんですけど、まあ、さっきね、こういったお,おまけが入っているこの箱が箱絵もいいよってなってるんですけど、実はこれ遊ぶときに、この下の部分。 チョコボールが入っている箱があるんですけど、この箱の内側にも詳細な世界観、地図とか、あのね、いろんなねあのこのネクロスの要塞の世界観を表現するために、RPG で遊ぶために、ね、この箱、この下の部分、お菓子が入った箱を、ね、パッと開けて、な中を開くといろんなねこいろんなネクロスの地図、RPG で使う遊び方が書いてあったり、ね、地図が書いてあったり。 してるんですよだからこの箱もうものすごく手間かかって遊び心にあふれてるんですよあのこの下のねお菓子が入った箱は私持ってないんでちょっと画像でねちょっと見てもらいたいんですけどこのね RPG の世界観ネクロスの要塞の世界観を十二分にこの楽,しむ楽しませるためにこのお菓子の全部箱からカードからおまけから全部でこのネクロスの要塞を楽しんでもらおうっていう当時のロッテの。 えー、この担当してたロッテのね方々の熱意というか、遊び心というかね、これ商品にかける思いがね、なんかすごく、すごいなって、俺今大人になって改めてちょっと思いましたね。いやーね、さあ君はモンスターの支配者、ネクロスを倒すことができるのか、ロールプレイングモデル1個とカード2枚入りと。いやーでもね、本当にね、このネクロスの要塞、あのー、当時はね、集めてる人ってほんと少なくて、でね、 私がね、このネクロスの要塞なんでね、この買い始めたかっていうと、あのー、一個下の、まあ、近所のねむ、向かいに住んでたね、あのー、聖一くんっていう友達がいて、で、その子がね、ある日ね、あのーこ、これを持ってきたんですよ。ね。で、これをね、パッと見せられて、あこれな、な、なにこれって、これスフィンクスえ、それ、これ何なんだろうえ、ネクロスっていうね、あのね、おまけ、お菓子のおまけだっつって、聖一くんが買ったので、私はこれでね、仕事になったんですよ。 で当時もほんと斬新でこのね今言ったようにさっき言ったように色が変わるともうそんなすごいおまけがあるのかっつってもうすぐにね近くの駄菓子屋とか医大家店行って買って私が誠一くんよりもめちゃくちゃネクロスにはまってしまうとで気づけばねお小遣いをそれに、えー、全投入しましたねもうビックリマンの興味がね若干薄れてきてたんでもうねシールよりもこっちのねおまけの方に私はもう全振りして。 もう全てのお小遣いをつぎ込んでものすごい数ネ、ね、クロスのね、えー、この人形を集めてたんですけどまあビックリマンと一緒で、えー、思春期手前、えー、小学校56年生ぐらいになった時にねうんでも私ねもう何百個と集めてたんですよあのゴミ箱カンカンの丸いあのブリキの缶みたいなね、えー、筒状のお缶にねこうねいっぱい,たいもう満タンに入れてたんですけど全部近所の えー、年下の友達にあげちゃいました。びっくりマンと一緒。えー、後悔してます。今でも私は後悔してます。まあね、まあ皆さん多いんじゃないですかね。そうあの子供の頃遊んでたものをね、あの手放して。で今、今になるとね、もうプレミアついちゃって、いうのがあるんですよ。で、えーまあ、このネクロスね、あのー、このね、ネクロスと、に影響された食眼が、この今、令和の世の中もあるなと思って、 たのがこれなんですよこれまあ、でさっきからずっとここに置いてあるんでね <laughs> まあまあまあわかるかなと思ってこの古田古田のから出てるまあ、あのチョコエッグのこの最強大図鑑この中あ,あれなんですねこれシリーズになってドラゴン最強大図鑑とか、えー、あるんですけどこれがね私ね私の勝手な個人的なこの想像なんですけど多分ネクロスの要塞にめちゃくちゃ影響されてるんだと思うんですよ多分ね当時ネクロスの要塞に で、育ってきた人たちが大人になって、古田に、まあ、就職して、で、どういう,う、チョコエッグのおまけをするかって時に、こういったね、最強図鑑が、まあ、コラボして、で、ネクロスの要塞のような、こういうゴム人形を作ったんじゃないかと。ね、えー、で、なんかこの、雰囲気もね、この、この、素材のね、色一色の怪物が入ってるっていうのもなんか雰囲気似てますし、で、ここにね、えーと、これ、臨刀、 ブルムという、この化け物。このなんか、蛇のような化け物。これね。で、これと、まあ、要はその、怪物を戦ってどっちが強いかっていうのをね、えー、対決するわけですけど、なんかね、この感じもね、ちょっとネクロスの要塞に近いなと思うんですよ。ね、これ。で、これ、もっとネクロスっぽいなと思ったのが、ここに、無彩色版と筆行版。これ、ど、どちらか1個が入ってるんですよ。 私はこれ無彩色版なんですけど、筆光版も入ってるってことは、要はこれ光るわけですよね。だからそこら辺もね、この素材を特徴を生かしたところも、なんかネクロスの要塞のこれとちょっと雰囲気近いものがあるんじゃないかなと思うんですけど、えー、ね、こういったあの、どっちの怪物が強いかっていうね、これスピードとか防御力とかね、えー、まあ戦闘力的なもの、パワーの力とかこう全部印刷されてるわけですよ。おまけと一緒にね、これゴム人形と一緒に。まああの、ネクロスの要塞と違うのは、まあチョコエッグなんで、卵型の チョコレートの中に、このフィギュアとこの紙がこういうふうに強引にカプセルの中にこう入ってるわけですよね。で、この周りに、まあチョコレートがコーティングされて、バルトなんか出てくると。まあいう、まあちょっとね、お菓子のね、あの、性質上こういった違いはありますけど、だからロッテがやってた、このネクロスの要塞に、えー、影響されて、えー、いい影響されて、こういったね、今食玩が今でもね、人気となってこう出てるのかなと。うん、なんか、 を勝手に思ったりしてます。か雰囲気似てますよね。こう言ってね。あの、まあ、ね、今はこうデジタルでしょうけど、ちょっとこの、昭和チックなね、えー、ちょっと驚しい、ちょっと怖い感じのね、感じのね、箱絵で。で、こういうゴム人形が入ってる。これはなんかネクロスとなんか近いものがあるなと。どう,どうですかね。なんかちょっと雰囲気ありますよね。だからもう俺はもう、絶対ね、この開発、あのー、チョコエックのね、開発した人は、ね、ネクロスの要塞、 楽しんで育ってきたんじゃないかななんて勝手に私は思っております。はい。まあこんな形でね、もう本当にこれごく一部です。もうね、最近ね、ビックリマンもそうですし、私が子供の頃にハマったものの食玩っていうのをね、こうやって改めてね、あの買い集めたりして、またあの、もうタイムマシンに乗ったかのような錯覚で、前、ま、はあ、現実逃避ですよね。 もうねもう最近物価も上がるし、で毎日ね、仕事でね、別に楽しくない仕事やって、え生活して生きてるわけ,わけですからえ、こういったね、なんか子供同心に帰るものを、こう、多分体、脳が求めてるのかもしれないですね、懐かしさというか。えこれで癒されてえ、生きるための一つの糧になってんじゃないかなって、勝手に思ってるんですけど、まあ、楽しいものはね、あの人それぞれあるんですけど、私はこのね、ネクロスの要塞っていうのは、本当に大好きで。 ええー、もう今回、もうでてからね、絶対この、ヒロノマ、チャンネルヒロノマを立ち上げたときに、絶対ネクロスの要塞はいつか取り上げようと思ったんで、やっとね、その日が来ました。はい。いやー、まあ本当にね、80年代から90年前半に育った、子供だった私、えー、このご覧の方の中でもね、絶対このビックリマンだとか、えー、ネクロスの要塞にね、ハマってた方がね、いらっしゃると思うんでね、もうね、ぜひね、あのー、ね、 このチャンネルを見て、えー、思い出に浸っていただいたら嬉しいです。なんかね、ネクロスに関してのコメントとかもあったら嬉しいですね。はい、ということで今回の動画はネクロスの要塞、オクテネクロスの要塞を紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。 このチャンネルは空想立体工場」がお送りいたしました。